疲れっす。うぇーす。まあ今日は旅行行きます。イエーイ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 。まあ足場班で旅行行くんですけど、前回の動画でリュウジ君、社長に言ったじゃないですか。ああ、ね、旅行行きたいから旅費ください。で、結局最終的に OK が出たでしょ。ああ、じゃない社長、だから今日も俺社長に行ってないんだけど。あ、行くってこと。そう、行くってこと。あ、これ勝手にまだ無断で行ってる感じ。まだ今無断で行ってるんですよ。で、一応あの旅館にも電話して、あの現金じゃなくて、請求書送ってくださいと。ああ。で、請求書っていうか、その会社に送ってもらってて、会社でも先に振り込んでやるんで。で、僕はまああのジムって僕の下僕たちじゃないですか。下僕。ジム。社長の下僕は僕かもしれないですけど。僕の下僕はジムなんで。ジムは仲間たちなんでね、僕の。ジムが見たら複雑じゃないか。ジム炎上。まああの今日ね、もう振り込んでもらってるんですよ、お金。ああ、旅館に。旅館に。で、それはもう社長から OK もらいましたって僕も嘘ついて。言ってやるんで、今日はね社長にも黙って。しかも何、今日土曜日でしょ。土曜日だよ。土日月と勝手に休んでいきますからね。で、今日はその旅行のね足場の動画っていうのを。まあみんなチームって仲いいじゃないですか、僕ら、ね、でその仲いいところをちょっと見せてあげようかなみたいな旅館で、ね、まあ今日絶対あれだよ、普通にあの裸祭りだね。裸祭りはダメだよ。脱いだらかんでね、今日は来るかもしれん。今回の旅行ってなんで行くんでしたっけ。ベトナム人のだから、はい、お別れ会みたいなことでしょ。そう、そうなんですよ。ベトナム人って3年間ご苦労様っていう意味で、まあ、僕ら旅行行くんですけど、ベトナム人で来て3年仕事して、で、まあ、向こう帰っちゃうんですよ、はい、だけど、まあ、3年間一緒に俺らおるわけじゃん。だから、まあ、その子たちが、まあ、行きたいところね、まあ、どこ行きたいって言って、で、まあ、ここ行きたいって言ったら、まあ、そこにみんな連れてってあげる。毎年行ってるんですか。毎年。へー。毎回あの社長に黙っとるけどね。そう。社長来たらな、たまらんすもんね。たまらんね。で、このこと話したら、俺、じゃあ俺行くわって言い出すから、ね。そうそう、言い出すよ。来られたら社長の悪口遅延して。そうそう。じゃあ、ベトナム人に迎えに行きますか。ベトナム人。じゃあ、とりあえず今からベトナム人に迎えに行きますんでね。まあ、1年に1回楽しめるんでね。まあ、ぜひ、まあ、面白い動画になったらなと思います。はい。行くぞ。はい。はい、オッケー。はい。はい。あ、カメラ向かって、いい中だったね。あ、ありがとうございます。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 あ、いいよ。どうぞどうぞ、臨時席。お前、お前、向こう、お前向こう。はい、はい、向こう。おい、ビーン。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。みんなね、ベトナムの実習生迎えに行ったんで。はい、今日メイン、今日メイン。はい、自己紹介して。名前信じ、ご主人。あ、皆さん、こんにちは。私、信徳と申します。今年28歳です。はい。はい。私有名は、はい。おっぱい舐めることです。いや、趣味、女です。どういうことやねん、お前それは。ね、日本もう3年経つけど、どう日本。いや、日本も楽しかったです。楽しかった。はい。もう過去かよ、それ。仕事は大変だった。はい。誰が一番優しい、日本人で。いや、今みんな優しいし。その中でも一番優しいのは。いや、一番優しいは今何か社長が。お前、動画やんけ、お前。で、戻ってくるの。いや、もう来るっすね。もう一回来るんだ。はい、もう一回来る。なんでそれは。日本語は楽しいから。嘘つきた、これでいい。女の人も可愛いから。はいはい。日本の女の人、大好きだから。私は、一番愛と申します。はい。今年26歳です。はい。おぉ。趣味は？趣味は、ラウラウです。お疲れ様です。お疲れ。私は、ワンバンゴクと申します。はい。今年31歳です。お、おっさんやん。あ、そうしよう。おっさんだ、おっさんだ、おっさんだ、おっさんだ。趣味は、趣味は、はい、おっぱい様します。
すごく違うだろう。すごく違うだろうって、はい、何アミアミの女の子見るよ。覚えた。さあ、アミアミの女の子って。どういうこと、アミアミってどういうこと。全身アミジャイツの女の子。アップル、アップルって見とった。何やっとんお前。一体か、お前。お願いします。せい、私はこういう番組と申します。あ、ね、早い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 。私はこういう番組と申します。今日ね、今日、はい、今年25歳です。はい、趣味は、はい、ね、レオレオ大好きです。あるじゃん、釣りしてる。釣りしてるじゃん。ここじゃない、ここだよ多分。え、バフォローゲームするなよ。絶対バフォローゲームするなよ。バフォローゲームとかってこうやってやるんだ、普通に。いや、いいね、手釣りしたいじゃん。絶対強いでしょ、これ。カント、気をつけろよ。気をつけろよ。やばい。じゃ本当にお前落ちるね。もう本当気をつけろよ。違う。気をつけろ、本当にマジで。意外持ってきただろ。やばいです。カニカニでけえカニおるぞ。でかいカニ、めっちゃでかいカニ。子供は相手してやってくるんだぞ。走ってきました。はい、子供はな、相手やってくるんだぞ。子供はめっちゃでけえ。めっちゃでけえぞ。構えねんけど。で、カンタは多分行くよ。着替え持っとるで。紐のところあるだろ。うわ、ほんとだ。子供だったんだ。うわ、ほんとだ。捕まえの網があったらいいのにな、網が。そうね、子供に持ってくの。はい、そうっす。でも、よう、カニ捕まえるの。カエル触れんのに。ドンキとかで網買ったらな。痛くないの、それ。いや、挟んでくるんです。痛くないの、挟まれても。わかんないっす。この辺はあれだね、鳥の船だね。あいつら上に行くのね。あ、全員落としたらんで。え、100人切りみたいに向こうからバーって落としてくるんじゃないですか。子供かお前は。100人切りみたいに、うわーっせー。まず一番初め俺リュウジが落とすわ。天敵だね、俺の。俺の天敵だね、リュウジ。嘘だ。面白すぎる。すごいお前。くれんだろ。でもこいつらすごいよ。すごい。ほらほら、シュート。え、どうした。早く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 。你们呢？管够！管够！这外面三个又不来呢。うわ、マジで。ガチでね、ヒロが先生みたいなの、なんかガチガチ、超快や。はい、ゴーゴーゴー。めっちゃ綺麗だな。何やっとん。カニボールえ。カニボール。でかいカニ捕まえて。俺ゴストが言われてね。
チェス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 チェちょうどカンタがブチ切れたらみんなどうなるんだろう、まあ、止めるかそのなんか喧嘩に参入してくるか、うん、そうなったらもう俺らも参戦するしかない6対6対11 やめろってやめろって、yeah.